ところで、ありがとう。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。敵だ、一気に決めろ。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。せい、や。敵の気配は消えたよ。俺が力になる。行くぞ。せい。俺だって成長してるはず。この手応え。や、いい感じ。いけ。開始だ。行こう、みんな。セッション行けぜ。行かずしよう。ここか。俺から行くぜ。よそ見してんなてめえだよ。続くわ。翼、そーえ、続いてください。力いつまで。はぁ、繋いで、私だって、やったぁ。きっちいな。セッションいけるわ。この日を逃すな。どうや、俺の槍は振りつかれ。
俺から行く、エリー。私も行って、もう一つおまけ、続いてください。任せておけ。行け、援護、行くわ。行けるわね。続きます。これで決まりです。みんなの応援のおかげだぜ。私の秘術、キリアだけに、気をつけて。お疲れ様。ねえ。はい。今度のキリアの写真撮影についての書類なんだけどね、ノブに届けてきてほしいの。写真撮影？そうそう、今度雑誌でキリアの特集が組まれるの。それに載せるピンナップの撮影、彼がカメラマンやってくれるの。場所はグアムよ。グアム、いいな。なるほど。はい、これがその書類。多分向こうからも書類渡されると思うから、それももらってきてちょうだい。ノブは撮影でダイバースタジオにいると思うわ。悪いんだけど、よろしくね。了解です。
いつき？ところで、ちょっと。忙しいところ悪いわね。早速本題に入るわ。もうすぐフォルトナができて50年になるわ。それを記念して私たちで舞子に何かできないかなって。どうかな。いいですね。俺は大賛成です。いつもお世話になってますし。そこで何かアイディアはないかしら。写真集の3作目とかどうですか。なるほど。マイコンプレックスね。前に事務所の整理を手伝った時にその話を聞いて、舞子さんまだ未練があるみたいでした。その写真集を私たちで作ってプレゼントする。舞子きっと喜ぶわね。問題はどこでそれを撮影するかってことですけど。それについては私に策があるわ。実は今度雑誌の撮影で私グアムに行くことになってるのよ。カメラマンは堀野沢さん。それって。そう、幻の3作目の撮影会をするお膳立ては整ってるってこと。私なんとか彼女を連れ出してみるわ。いつきは堀野沢さんへ話を通してちょうだい。わかりました。決まりね。それじゃあ行動を始めましょう。私は他のみんなにこのことを伝えておくわ。君は舞子のところの葵君。あの説は本当に世話になったな。いえ、とんでもないです。これ。ああ、キリアちゃんの撮影の件か。オッケー、確かに受け取ったよ。ところで堀野沢さん、相談があるのですが。なるほど、いいアイディアじゃん。俺も3作目がずっと気がかりだったんだ。だけど無理だ。どうしてですか。レンズがね、ないんだよ。あの写真集を撮るためのレンズがな。写真集マイコンプレックス3部作は一品もののレンズを使っていたんだ。今は亡き名工が作った魂の形を捉えるレンズだけど、そのレンズは渋谷での騒動の時に壊れちまったんだ。だから無理なんだよ。俺はあのレンズで撮っていないものにマイコンプレックスの名を冠することはできない。そうですか。力になれなくてすまない。困った。これじゃ計画が進められない。とりあえずキリアさんに相談してみるか。
来たわね、イツキ。それじゃあ早速トレジャーハンティングを始めるわよ。ええ、頑張りましょう。せいぜい頑張って。あなたも頑張るの。敵だ、不意打ちに気をつけろ。俺を構えろ、イツキ。てあひとまずは安全か。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。敵だ、一気に決めろ。はっはっやっ。ひとまずは安全か。気をつけろ。やっやっ。戦いは回避できたか、リツキ。近いぞ。敵の気配は消えた。いきなりか。戦闘開始だ。行こう、みんな。追いつかれた。うかっ。えいよかっ。やれやれ。俺に力を貸してくれ。任せろ。はあ。振りつかれ。貴族的に決めたまえ。ハリウッド的。この日を逃せ。あたしの矢は早いわ。バッチリみたいね。俺から行く。行ってくれ。まだまだ。次に頼むぜ。しかも後は任せた。任せて。キリアさん、チェンジしてます。行くわ。次。遅れずに。やったクロム、まだいっ。よし、倒したぞ。お疲れ、みんな。より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。我が力、受け取れ。ほう、いい。俺を構えろ、イツキ。これがあればレンズが作れるのね。やったわね。はい。それじゃチキに連絡しましょう。戦いは回避できたか。
すがだね。それじゃあ早速やってみるね。これでレンズは完成だよ。はぁ、疲れたよ。ありがとう、チキ。助かったよ。うん、私もマイコのために何かしてあげたかったから嬉しいんだ。早く堀野沢さんに届けてあげてね。パフォーマーが新しいレディパフォイメージフォーム。今なるほどな。これ、それ。すごいです。すごいですね。そうそう、君に書類渡さなきゃ。それは、その輝きはまさしくあのレンズと同じ輝き。一体どこで手に入れてきたんだって聞くのは野暮かな。これ使ってください。これがあればマイコンプレックスの3作目撮れるんですよね。もちろんだ。少し加工すればすぐに使えるはずだ。サンキュー、葵くん。約束しよう。グアムの青空の下、必ずや最高のマイクを取ってくると。それと葵くん。はい。これ書類ね、マイクに渡してください。しっかり
かり忘れてました。ご苦労様でした。これでキリアの撮影も滞りなくできるわね。そうそう、その撮影のことなんだけど、よかったら舞子も付き添ってくれない？ほら、最近いろいろ忙しいでしょ。南の島で息抜きも兼ねて。いやびっくりしちゃったわよ。まさか急に私の撮影会が始まっちゃうなんて。その割にノリノリだったじゃない。そりゃそうよ、グアムは特別だもの。それにあの可愛い水着、舞子さんのテンションも爆上がりよ。私たちが選びました。私はもうちょいハリウッド的なやつにしようって言ったんだけどね。あの星条旗のやつ、あれはちょっと。翼のも大概だったじゃない。猫って何よ猫って。こらこら、喧嘩しないの。ありがとね、みんな。まだ終わりじゃねえんだぜ、舞子さん。ああ、これまでのは全て前座と言っても過言ではないだろう。いや、過言だから。キリアさん、舞子、フォルトナ5周年おめでとう。あと、いつもありがとう。これ、みんなから。ふぉー、これってマイコンプレックスの3作目。そういうことだったのね。ありがとう、ありがとう、みんな。ねえ、いつきくん、今回の件、君の発案でしょ？あの時の話、覚えててくれたんだね。みんなの感謝の気持ちです。いつもありがとうございます。いいのよ、みんな私の可愛い子供たちだもの。